タケチャンネル投資の学校。エリオット波動の宮田さんはどんな方ですか。宮田さんのどんなところがすごいのでしょうか。宮田さんというのはですね、宮田直彦さんとおっしゃって、もともと私が前所属しておりました同じ証券会社で仕事をしていた人で、今はですね、マネースクエアっていう会社でレポートを書いてですね、皆様にお届けしておられる、株式、為替、債券、ありとあらゆるですね、マーケットの値動きをですね、エリオット波動で分析して、もうかれこれそうですね、30年やってきてらっしゃいますね。で、その30年やってこられる間も、私はほとんど、会社を辞めるまでは一緒にほぼ彼の考えていることを、私も、目の前で、勉強させてもらって、理論そのものも私自身も勉強してですね、宮田さんと一緒にですね、テクニカルの勉強、エリオット波動の勉強をしてきたっていう意味で、ある意味、私にとっては恩人の中の恩人というか、友人の中の友人というか、表現のしようがないぐらいの親友であり、私を支えてくれた恩人なんですね。そういう方なんです。実は彼はエジプトにですね、営業店を2か店経験した後に、エジプトに留学をしましてね。で、エジプトに何で行ったかと言いますと、当時はまだバブルの時代でしたので、オイルマネーを取り込もうということでですね、中東のバーレーンとかにもですね、証券会社の事務所を作ってですね、そこに派遣する人間を要請するっていうことも、ちょっと会社には考えがあったのかもしれませんが、エジプトに留学をしていたわけなんですよ。ところが、そうこうしているうちにですね、湾岸戦争が勃発いたしましてね、ちょうどですね、そういう時に彼はエジプトにいてですね、そして、命からがらとまでは言わないかもしれませんが、かなりやっぱり音信不通になってですね、まずい状況になってですね、留学を途中で切り上げてですね、日本に帰ってきた、そういういきさつがございまして、私が出会ったのはその後、その直後に彼がですね、先物オプション部ってところに配属をされて、で、私が当時所属しておりました事業法人部っていうところに、彼が朝の勉強会でやってきて、そしてそこで、波動論、エリオット波動論の、ほんの触りなんですけれども、話をしてくれて、で、その話に、私は、一遍に心を奪われたというか、なんと斬新な考え方かと。ところが、この事業法人部っていうところは、私が当時、32歳でしたかね、3歳でしたか、一番若い方でございまして、ほとんどの人はですね、そんな、テクニカルな話なんて聞きたくないから、もう、あまり興味ないよっていうような感じの方も実は多かったんですね。しかし、私はもう、とっても面白いと思って、毎週勉強会来てほしいと。あるいはもし忙しいなら僕の方からあなたの時間の空いてるところに行って教えてもらいたいと。で、何か本を紹介してくれませんかとか、そういうことを言ってですね。で、それからのお付き合い、それから現在に至るまでですね、30年ぐらいの付き合いをやっていると。こういう関係です。で、ご質問はどこがどうすごいのかということなんですけれども、当時ですね、日経平均は1989年の12月末に 38,915 円、ざらば高値957円というのをつけてですね、で、1990年に大幅に下落をしまして、1990年の4月2日にはですね、28,002 円というところまで、つまり3万円割れまで上がったわけですね。そしてその後、1990年には33,000ぐらいまで戻ったりもしたんですけれども、91年にかけて今度は21,000ぐらいまでガーッとまた大幅に値が下がりまして、そして25,000円程度までまた戻ったと。こういった頃なんですね。株価は大幅に下がったんですけれども、マンションの値段なんかはですね、東京はちょっと陰りが見えてたんですけれど、名古屋県とか近畿圏ではですね、まだ値上がりしているところもあるようなところでですね、実を言うと、当時日産のシーマっていう高級車がとっても売れてた時代で、シーマ現象なんて言われてた時代なんですが、とにかく株は下がってるけども、景気はまだ実体景気はいいぞみたいな、そんなような時期でございました。大手証券をはじめとしてですね、ほとんどの証券会社のレポートではですね、ほどなくですね、新高値を更新して、また日経平均は4万円を超えるような動きになるだろうと。証券マンはやはり下がるより上がる方が嬉しいわけなんで、そうなってくれればいいなと。
まあ、こんなふうに思ってた時期だったんですね。で、そこで宮田さんが来てくれて、いろいろ話を聞いて、で、ところで株価はどうなるんですかと質問したらですね、まあ、大変、残念ですけど、1万4000ぐらいまで下がるんじゃないかと思いますと、さらっと言うわけですよ。もう腰が抜けるほどびっくりしましてですね、なぜそう思うかの理由がやっぱり知りたいわけですね。で、な、理由なんて普通はないと思うでは、思うじゃないですか。しかし、波動論ではですね、ちゃんと理由があるわけなんですよ。こうこう、こういう理由で、こうこう、こうで、だから、1万4000まで下がるんですよってことを理詰めで説明してくれたわけなんですね。これはもうね、もうびっくりしまして、まあそれを信じる信じないはその人によって違うんですけど、まあ、私は当時事業会社いっぱい担当してですね、この情報はやっぱりいろんな事業会社に伝えなきゃいけないと思ってですね、まあ相手さんが信じてくれるかどうかはもちろんわかりません。しかし彼を連れてですね、いろんな事業会社を、まあ、訪問してですね、これから株式市場が危ないかもしれないんで、それに対してヘッジをしたり、あるいはポジションを落としたりというようなことをやって、本業がまだ儲かってるうちにちょっと運用の損を出していきませんかみたいなですね、まあそんな提案をしたわけなんですよ。ほとんどの企業がですね、大変興味を示してくれました。なるほど、そうかもしれんなということを言ってくれたんですね。これは実はちょっと驚きました。それに合わせて対処をしてくれたところもありましたし、分かっちゃいるけどできないよというところもあったんですが、そんな話はもう聞きたくもないと、冗談じゃないというところは実は一件もなくてですね、いやいい情報ありがとうと、なるほどということを言ってくれたのがとっても印象に残ってましてね、まあ、宮田さんがとってもよく勉強していて、誠実にですね、理路整然ときちんと話をしてくれたからなんだろうと思います。まあ、そういう意味で私も、まあ、何もフォローアップできずにですね、ただただ下がるのをまあ指くわえて待つんではなくて、まあ、いろんな対処をしながら、まあ、結果としてはもちろん下がっていったので、まあ、お客様のご損が広がるっていうことには変わりはなかったんですけれども、まあ、彼のおかげでですね、少しはですね、お役に、まあ、マイナスではあってもですね、お役に立てた。これはもうすべて、まあ、彼のおかげなわけですよ。で、まあ、それはもうほんの出会ってから1年、2年の話でございますけれども、まあ、その後もまだまだ話せばキリがないぐらい、ポイントポイントでですね、いわゆるもうもっと下がってどうしようもないなと言ってるような時に、いや、もうそろそろ大底でこっからは上がるんだっていうような時ももちろん何度もありましたけれど、とにかく見事なくらいにですね、節目節目をですね、当ててくれたと思う。もちろんですね、100発100中ってわけじゃもちろんないんですよ。細かく、細かいところで少し違うってことは何度もありました。でもですね、いわゆる大間違い。絶対買っちゃいけないところで買いを推奨したり、絶対売ってはいけないところでもうここは投げましょうって言ったりってことは、これは一度もなかったです。本当に。だから逆に言うと、お客様もずっとついてきて来られていただいたのかなっていうふうに思いますね。まあ、エピソード一個一個上げれば本当に話が尽きないですね。まあ、今マネースクエアっていう会社で初めての CFD ってところにアクセスしますと、彼のレポートなんと無料で読めるんですね。サービスしすぎかなっていう気はしますけれども、でも面白いことにね、読んでもやっぱりそこを深く読んでですね、文章には書いてなくてもその奥まで読み取れるぐらいやっぱり深く、まあ、勉強していくってことはとっても大事で、しかしながら少なくとも第一義的には彼が出しているそのレポート、マネースクエアで出しているレポートはどちら様でも今でも見ることができますのでね、ぜひ見たい方はですね、マネースクエアのホームページから初めての CFD というところを開いていただくと、宮田直彦さんのエリオット波動のレポートをまずはですね、見られるのがいいんじゃないでしょうかね。ご視聴ありがとうございました。質問をお受けいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。